クリップ、富山駅北にあった牛、牛島のドブ牛島のドブは、かつて、富山県富山市牛島にあった沼である。富山市経営察所集の、富山市区域拡張予測図。1899年3月20日に開業した、富山駅は図中に、仮停車場と記された場所にあり、富山実業協会は図中に、将来の停車場と記された牛島とあたごの間の地へ、知恵。 富山駅を移転するよう主張した。近世の牛島においては、牛が首用水を利用した稲作が行われていたが、1900年1月より着手された神通川の長谷越工事によって牛が首用水からの取水は切断され、以後はもっぱら、富山市市街地の需要に応ずるべく畑によって素材作りが行われるようになった。 この長谷越工事は1903年5月21日に、竣工し、新設の神通川派生津線には、神通大橋が架橋された。1899年3月20日に、北陸線高岡駅と山駅間が開通し、名郡桜谷村田里谷、富山駅が開業したが、この高里谷に開業した富山駅は、 神通川改修工事の落成を待って設置された仮駅であって将来においてより富山市に資金の地へ移転することが開業当初より見込まれていたこの富山駅の移転先については上新川郡堀川村西中野等3加所が候補地として論議されたが富山実業協会は富山市経営策において次のように論じ ネイグン桜谷村のあたごと牛島の間の地へ、と山駅を建設するよう主張した。さてて限定車上の位置を進めて一層と山市に接近せしむるとせんか、その位置はいずれにすべきは、これあるいは一個の疑問たるべしといえども本境界の見るところを持てせば、ネイグンあたご村及び牛島村の両村中央に設置する思って、もっとも、かなりと、 新数そもそもこの位置については2個の大なる利益、あるがごとし、第1は交通運輸上の利益にして、第2は水害除去上の利益とす、富山駅建設の様子を記す、当時の新聞。こうした富山市や地元経済界の主張によって、富山駅の移転先は、牛島村とアタゴ村の間の地に決定され、 富山市は1907年1月24日に27,017坪の敷地を駅建設のための用地として寄付した。この頃の牛島は前日の長谷越工事によって、神通川元流と長谷越線に挟まれた中須のような状態になっており、停車場建設に必要な土盛りを行うための土砂調達により、付近の田畑が掘り下げられることとなった。当時の新聞は次のように、 富山駅建設の状況を報道している。この停車場の敷地は四万坪で、その半分は寄付にかかるものである。この四万坪の敷地に高さ平均十一尺の土を、森その計は実に四万二千0鉄建て坪の大きに達している本工事は、第一工区に属していつて、昨年四月工事に着手し、本年七月落成を告げた本工事に用したる土は、 付近の田んぼより掘り上げたもので軽便機場を持って運搬したのである。思考して工事の最も盛んであった時は、機場の長さ4マイル以上に達したロツコは179両に及んだ。実に近来まに見るところであった1908年11月16日に、富山駅は移転開業したが、この工事によって掘り下げられた後はそのまま水が溜まって、沼となって残った。 この沼は約1万4000坪の大きさを有し、付近住民は当初これを観光に利用するため、湯や兼料理屋の建設を計画したが、結局実現されることはなかった。いつしか人々はこの沼を牛島の土ブと称するようになったが、付近住民はこれを汚名として把握している。牛島の土ブは、奇襲木材の貯木場として利用されていた。 1945年8月2日未明の富山大空襲においては、猛火を逃れようとした人々が多数飛び込んだが、直撃弾を受けて即死する者が多くの沼溶かしたと言われる。戦後に至ってもしばらく、牛島の土部は存在していたが、第13回国民体育大会が富山市において開催されることとなったことで、牛島地内には、 富山市体育館が建設されるなどを開発が進み、昭和30年代にはその姿を消した。1958年10月16日にはかつて牛島の土部があった場所に富山駅北口が開設されている。ありがとうございます。